おはようございます高野雲ですコメント返ししていきたいと思います2022年の6月にアップした動画ですねジャズ批評発行人松坂ひさんのことというタイトルで、えー、アップしたんですけれどもねその動画にいただいたコメントまず高松貞治さんからのコメントを紹介しますドイツの進学者 d 取引 ボンベッファは、えっ、ー、と、初めて見る名前ですね。えっ、ー、と、ディートリヒ、ディートリヒじゃなくて、ディートリヒ、ボンベッファは、夜は悪魔が支配する時間なので、夜中に原稿を書いてはいけない。夜中に原稿を書くことを余儀なくされた場合、翌日、太陽の光の下でもう一度その原稿を読み直してみること、と述べています。高野久保さんの考えたことは正しいと思います。 ととのことでしたどうもありがとうございます、高松さん。私が考えたことで何なんでしょう、この動画を聞き返さないまま、えー、コメントをしているのですいません。で、私は、えー、高松さんにこのように返信してますね、そっか、だから夜中に書いて朝見直すと悪魔のようにひどい内容なんだとコメントを, <laughs> を返してます。それに対して、えー、高松貞治さんからこのように返信が来てますね、ポール・バレリーは20歳頃から死ぬまで朝4時に起きて仕事をしていました。 これはもう伝説になっていますだから私は尊敬するポール・バレリーをまねして朝方人間なんです。とのことですね。あそうそう、高松さらさんは朝方人間なんですよね。ポール・バレリーを尊敬しているんですね。で、私はこのように返信しましたね。朝方生活は私も一時期実践してみたことがあるんですが、朝4時とかに起きると日中眠くなりませんかと、えー、質問返したんですけど、それに対しての返答は、返事はまだ来ておりません。 で次が長谷川浩二さんからのコメントですね。ジャズが分かっているって自分で思ってるおっさんは痛すぎますね。そもそも分かったから何なんですかね。なんかおっさん頭が良いのか知恵遅れなのか分からなくなりますね。そういうおっさんたちのせいでジャズライブに来る女性客が少なくてジャズ面が迷惑するので本当にやめてほしいですね。 女性客がいるかいないかは男たちにとっては意識していない人にとってもパフォーマンスに絶対影響するはずですというコメントでございました長谷川さんどうもありがとうございますでそれに対して私は、えー、そもそも分かったから何なんですかねということに対してです、ね、このように、えー、返信してますね私もそう思うんですが先日漫画家山田礼二の YouTube を見ておりましてタイトル忘れましたが山田礼二のヤングサンデーのどれかだと思いますと で山田氏は世代切りでアニメや漫画作品及び作者を分析するのが得意な方なんですが70年代の若者の気質や特徴として知ってるとかっこいい難しいことを言ったもん勝ちと分析していました80年代にもその傾向があったと思うのですがカッニューアーカブームなどカッ閉じで70年代の方がその傾向は顕著だったようですねと知識でマウント取れた時代だからこそ なんかおっさん頭が良いのか知恵遅れなのか分からなくなりますねともうそう知識があるけれども知識の使い方が分からない知恵遅れなおっさん予備軍が量産されていた時代だったのかもしれませんね私もわりかしその傾向があるタイプなので気をつけなければと思っていますとで、えー、長谷川浩司さんからこのように返信が来てますね、えー、ジャズを演奏する人も聴く人も含め追求すればするほどそういうおっさん予備軍になる危険性は僕も含めてあると思います ところで松坂さんのアドバイスは僕も言いたいことを全て言ってはいけないを座右の銘にしてソロを取るようにしようと改めて思いましたというコメントでしたどうもありがとうございますでまあ私は、えー、長谷川さんにも松坂さんの言葉が響いたようでなんだか嬉しいですと返信をしていますねえっ、ー、とねこれどういうことかというとですね多分この動画で語ったと思うんですけれどもあの 本当初期ですね、ジャズ批評に寄稿するようになって結構張り切って私あの知ってることというか言いたいことを全部ドバーって凝縮濃縮圧縮して書いて原稿を送ったと思うんですよね。それで、まあ、あの気づいたところいくつか手直しさせていただきました最終チェックご確認くださいみたいなメールが多分返信されてきたと思うんですよ。それで最後の一言に 最後か、まあ、途中の一言かな。あの、言いたいことは全部言わない方がいいのです、みたいなことが書かれていてね。さりげなくなんです。本当に柔らかくさりげなく。あの、言いたいことは全部出す必要がないみたいなことをね、すごく優しい口調、口調というか、まあ、文章なんですけどもね、で書かれていて、で、それで私はハッとなったんですね。わ、本当だよ。おっしゃる通りでございます。と <laughs>。もっと言いたいことを絞って、それで、あの、例えば、 カード手札10枚あったとしても、その10枚をどうにかその10枚を全部出そうとするよりも、その方向性話したい内容の、まあ、方向とか色とかを決めて、その中から10枚あれば、その中で一番適切な2枚とか3枚を去って出した方がいいななんて思うようになったんですけれども、思っただけで、その時、ああ、そうだよなと反省しただけで、相変わらず、 なんか言いたいこと全部ドバって言っちゃいたいなという衝動は抑えきれない私でございました <laughs> えでもね、まあ、その言葉はすごくまあ座右の銘になる言葉ですよね知ってるからといって全部ひけらかすとあれですね知恵遅れなおっさんになってしまうので、えー、気をつけなきゃいけないなと思いましたであとはですねたかしだぐ出口あ出口 高橋さんからのコメントです、ね、お紹介します7年前に松坂浩さんからジャズ批評誌への投稿依頼のメールをいただいた三重県の奥島にあるジャズ喫茶ス,スイングの取材だった183号特集ジャズワンニャーランド掲載号をいただいたが自分の書いた記事を読んだら恥ずかしくて仲の良い友人にあげた久しぶりに手元にある原稿を読み返してやっぱり恥ずかしかった松坂浩さんに触れられていたのでとても懐かしくなりましたというコメントでした えー、高橋出口さんどうもありがとうございましたで私はこのように返信しましたねコメントいただきありがとうございます猫じゃけ犬じゃケのジャズアルバム約130枚の紹介のジャズ批評180183 18は残念ながら持ってないんですよ残念手作り同人誌感覚を失っていないところがジャズ批評の良いところですよねと私は返信しましたということで今回はですね2022年 6月にアップしたコメント返し松坂ひとさんのことという動画にいただいたコメントをいくつか紹介させていただきました。また他の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。